輝くような色彩と荒々しいタッチ、強烈な個性をキャンバスにぶつけた狂気の天才フィンセント・ファン・ゴッホ。しかしゴッホが独自の表現をつかむまでには、巨匠たちを模倣し学び続けた日々がありました。大地に種をまく農夫の姿、背後にあるのは農民画の巨匠ミレー、さらには歌川広重、大胆な構図を忠実に模写しています。ヴィンセント・ヴァン・ゴッホの独自のものを作りたいためには、いろんな人の模倣をしてですね、作り上げていくんだ。ゴッホはどのようにしてゴッホになったのか、残された模写の数々とゴッホ自身の言葉から天才誕生の秘密に迫ります。日曜美術館です。今日はゴッホです。まあ、ゴッホといえば誰もが、うん、あの強烈な色とタッチを思い浮かべますよね。うん、そうですよね。だからね、炎の人っていうイメージが強いんですよ、僕も。だからあの強烈な個性、それがね、模倣となるとちょっとこうあれと思いますよね。本当に他にはない、うん、自分だけの強烈な個性を学ぶことから獲得していったということを今日は見ていきたいと思います。はい、ゴッホ35歳の作品、種まく人。素早い筆使いで絵の具を重ねる独特のタッチで、麦の種をまく農夫の姿を描いています。ゴッホは生涯にわたってこのモチーフを何度も作品に登場させました。フランスの巨匠ジャン・フランソワ・ミレーの種をまく人、大地を踏みしめ力強く種をまく農夫、農民画の傑作と評される一枚です。ゴッホは大胆な色彩を使いながらも、体の角度や交差した足、袋を抱える腕までそっくりに写し取っています。ゴッホの言葉です。ミレーの描く農民は畑にいるただの種まく人ではなく、むしろその魂なのだ。この貧しい人たちを救うことが自分の使命だとゴッホは誓っていました。
ゴッホの生涯を描いた舞台炎の人。中台達也さん演じるゴッホはキリストの教えを実践しようと懸命に尽くします。しかしお金や自分の服まで貧しい功夫たちに与えるなど行き過ぎた行動が咎められ伝道師の職を解かれてしまいます。何とかしてあなたのために良かれと思って来てみると、いやどうも、このありさまだ。これではもう何としても弁護の余地はない。私はブリュッセルに帰って直ちにあなたを解釈するよう手続きを取ります、はい、さようなら。それでは。あんたは大人すぎる。貧しい人々を救いたい、その思いが強すぎて教会から受け入れられなかったゴッホ、失意の中で画家になる決意を固めます。キリストに対する思いというのは強かったと思いますけれども、やっぱり信者に対する思いというのは根底にゴッホという人はありましたね。だからもしかすると個人的にはキリスト教をキリストをずっと信じてた人ですけれども、キリスト教に対してはですね、疑問を抱いて画家にこう転向していくっていう感じはあるんじゃなかったんでしょうかね。ゴッホは両親が暮らすオランダの田舎町に身を寄せます。画商として働いていた弟のテオから生活費など援助を受け画家への第一歩を踏み出しました。ミレーの版画です。ゴッホはこの絵の模写に取り掛かります。大地と格闘するかのように力強く土を掘り返す農夫たち。ミレーの絵を正確に写すことで構図や人物の描き方など画家としての基礎を身につけようとしました。実際の農夫をモデルにデッサンも重ねます。この時ゴッホはミレーのような農民画家になる決心をしていました。1814年、フランスの農家に生まれたジャン・フランソワ・ミレー。生涯貧しい農民たちを見つめ、ありのままの姿を描き続けました。ミレーの傑作、晩鐘。一日の仕事を終え、大地に祈りを捧げる夫婦の姿です。ミレーのあの絵、晩鐘、あれは素晴らしい。自然を理解し、自然を愛し、その見方を教えてくれる。ミレーの作品の中でゴッホが特に強い思いを抱いていたのが種をまく人。
ゴッホは何度もこの絵の模写に挑みます。種をまく人はもう5回描いた。まだもっとやるつもりだ。この人物画はそれほどに僕の心を奪ってしまうのだ。なぜゴッホはミレーを模写し続けたのか。ゴッホ研究の第一人者高寺司さんは、牧師の道を断たれたゴッホが消すことのできない宗教への思いを絵に託そうとしたのではないかと考えています。非常に身近なその農民の生活の中に宗教性を感じさせる。でそこにファン・ゴッホはやっぱり一番惹かれたんだと思います。まあ、基本的には技法的なものを絵から学ぶということもしているとは思うんですけれども、でそれ以上にその宗教的感情をどうやってこう普通の、 あの農民とか普通の自然を使って描くかということを、まあ、おそらくミレーをあの模写とか、それ風のものを描きながら自分なりにこう、まあ、自分なりに表現を模索してたんだと思うんですね。画家になって5年、32歳のゴッホは初めての大作に挑みます。手の労働を語っているのであり、いかに彼らが正直に自分たちの糧を稼いだかを物語っているのだ。人々を救いたい、その思いが強すぎて牧師という人生の目標を失ったゴッホ。ミレーの本日のゲストをご紹介します。ゴッホに関する著作も数多く書いていらっしゃいます木下長弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。いやそれにしてもゴッホはここまでミレーに傾倒して、やっぱりそのミレーのこう一切虚飾をこう削ぎ落としたなんかこう純朴さとか深いやっぱり精神性に近づきたいっていうところあったんでしょうか。そうですね、画家になる前にやっぱり、はい、まずなりたかったのは聖職者でしたから、今度は聖職者もそれをあの教会の方から断られたって言って追い出されますから、うん、その願いをなんとか絵で実現したいっていう思いが強かった、うん、そこでミレーが大切だったんですね。それにしてもあの天才画家と言われるゴッホが、うん、
模倣模写を通してこんな風にこう自分を築き上げていったのだっていうのは驚きでした。本当勉強家でしたからね。あ、勉強家、努力家なんですよね。天才だからひらめきで仕事をしてるってんじゃなくて、はいはいはい、読書も本当に小説詩歴史の本神学の本失敗読んでますし、英語とフランス語は堪能だったし、うん、あ、そうなんですか、多分ドイツ語もできたと思うんだけど、あのだからそういうところで勉強した、うん、そういう蓄積が絵にこうみんな凝縮された。本当は全部彼の絵はあの単純にこう感情をぶつけた絵ではないですね、うんうん、そのミレーを模写したというこの種まく人、うん、種まく人ですね。なんとなくまだ硬くて、うん、そうそうこのゴッホはやっぱり絵描きの人生をミレーの模写から始めたと言っていいと思いますからね、はい、本当にこう初めの頃で、うん、この時はもう描き方線のこう描き方までみんな習おうとした絵ですね、うんうん、もう寝ても覚めてもミレーミレーだったんでしょうね。そうですね、まあ、ミレーだけではなかったんですけどね、うん、ミレーはとても大切な人、それ以外にもすごくこう学んだ、そういう学んだっていうのはどういう、まずレンブラントでしたね。生涯かけてレンブラントは尊敬していました、はい、でミレーのように模写していないんです、うん、でももうレンブラントのことについては素晴らしい、レンブラントのように絵を描けたら死んでもいいって感じに、うん、手紙に書いてますから。レンブラントのどんなところに、レンブラントはね、あのミレーと違いまして、はい、聖書の主題いっぱい書くんですね、はい、その主題を書いても、うん、あのそのレンブラントより少し前の時代の教会にかかっているような説教のための絵ではなくて、はい、その聖書の主題イエスとマリアが出会っているとか、うん、そういうところがもっと人間的なドラマとして、うん、そういうところが一番本当はやりたかった、うん、でもできないから、うん、ミレーのように農民に託して、あのミレーにとっては農民が聖書のメッセージのシンボルになる、そういうシンボルだったと思いますね、うん、キリストその教えは本当に信じていたし、そうですね、あのそれを具現化したい絵の中でと思っていましたけれども、うんうんうん、当時の教会というところにはそのゴッホという人物は合わなかった、合わなかった、うん、でも制度の上でこう仕事をしていくことは、うん、どうしても我慢ならなかったんでしょうね、うんうん、で彼はもう全部裸になってイエスの言葉を伝えたいと、うん、そういう意味では人間的な付き合いの中に、うん、聖書の福音の花を咲かせたいと思ったと、うん、なんかそういう点でこう生きた魂の人っていう感じもしますね。そうですね、魂そのままを人間の形にした人かもしれません、うんうんうん、さてその27歳で画家になるんだと決めたゴッホなんですけれども、うん、さらにゴッホはフランスに渡って当時最新の表現を身につけていきます。1886年、35歳のゴッホは弟を頼ってパリへやってきます。パリでは伝統を打ち破り革新的な絵画を生み出そうという運動が湧き起こっている。弟からの手紙でそう聞かされていました。左足はここまで来ていなければ。ゴッホは前衛的な画家たちとの出会いを重ね、それまで見たこともない新しい表現に衝撃を受けます。マンは光それ自体を描く、セザンヌは自然を分光器にかけて描く、ゴーギャンは色を追い詰めて観念して描く、スーラーは抑圧して点で描く、その奴隷にも真理がある。その頃時代の先頭を走っていたのは印象派です。太陽が生む繊細な光を淡い色彩で捉えたモネ、ルノワールは活気に満ちたパリの日常を柔らかなタッチで表現しました。僕は印象派がどういうものであるのかさえ知らなかった。今僕は彼らの作品を目にしている。印象派の絵の中には本当に素晴らしいものがある。中でもゴッホの心を捉えたのが、最新の技法を編み出し新印象派のリーダーとなったジョルジュ・スーラです。
スーラは色彩の効果を科学的に研究し、画期的な技法を完成させました。よく見ると画面全体が小さな色の点で埋め尽くされています。色を混ぜるのではなく、原色の絵の具を点のように置いていく点描画法です。ゴッホは点描がもたらす全く新しい表現に強く引きつけられました。この頃、ゴッホがレストランを描いた作品です。壁に目を近づけると点描で描かれていることがわかります。パリに来る前にはほとんど描くことのなかった明るく豊かな色彩、ゴッホは印象派と出会ったことで色彩自体が持つ力に目覚めたのです。で、印象派は光の戯れとか移ろいゆく一瞬の光の効果とか、そういったものを描こうとして色彩をラディカルにこう変えていくんですけども、でファン・ゴッホはその彼らの成果を見て、色彩が何かそれだけで人間的な感情を伝えられるっていうことを学ぶんですね。しかしその後、ゴッホはこう書き記しています。スーラは独創的な色彩家だ、点描家たちは新しいものを見出したのだし、僕は彼らのことが大好きだけれども、僕はスーラの理論について何度も考えてみたが、これに倣ってやる気は全くない。パリ時代の自画像です。鮮やかな色使い、点描の技点描への決別を宣言したゴッホ、この絵で一体何をつかみ取ろうとしていたのでしょうか。オランダのゴッホ美術館の学芸員を務めていたシラール・ファン・ヒュールテンさん、パリで描かれた自画像にゴッホ最大の特徴を読み取ることができるといいます。ゴッホはスーラが実践した科学的な発想でキャンバスに点を描写する技法を試みましたが、彼自身が点描の画家になることはありませんでした。ゴッホは最初はスーラの点描と同じようなやり方で描こうとするのですが、やがて一つ一つの点を長く伸ばすことによってより生き生きとした表現に変えていったのです。ゴッホの素晴らしいところは、たくさんの作品を見てそれをただコピーするのではなく、それぞれの一番いいと思うところを吸収して独自のスタイルを生み出す能力があるということです。いろいろな画家の影響を一つに融合できることこそゴッホの芸術的な知性であり、彼が最も優れた現代画家の一人と言われる理由です。こちらをじっと見つめる眼差し、
新しいものを吸収し、さらなる高みを目指そうとするゴッホの決意が伝わってきます。やっぱりその当時のパリっていうのはやっぱり芸術の都ですよね。 そうですね。そこにやっぱりこう前衛的な技法を持った、まあ、画家たちがいっぱいいて、そこからこうスーラのような人から学ん で非常にこう洗練されてて都会的ですよね、うん、ただやっぱりなんかこうゴッホはその中に深い精神性みたいなものをもしかしてこう見出せなかったのかなという。その通りですね、そういう感じがしますね、スーラは当時の最先端ですが、点々を置いていくというのにやっぱりびっくりするわけです最初、うん、でも彼はもっと色彩と同時に筆触タッチっていうことをとても大事にしていますから、点々ではタッチの手応えがなかったのではないかと僕は思う。それで手をちょっと点を伸ばしてみると、はい、これも手の思いが筆に乗って絵の具になりますから、うん、この短い棒線を、うん、彼の発明ですよね。誰かから取り入れてきたっていうのを言って、特許を上げてもいいぐらい筆色と色彩が物語る深い意味のようなもの、うん、精神性のようなものを描きながら探求していた絵だと思いますね、うん、でも当時にしてみれば、うん、顔の中にいろんな色の棒があるっていうのは本当に驚きだ。なんか古典的な絵を好きな人は、うん、とんでもない絵を描いてくれたと思うでしょうね。いや驚いたでしょう ね、ただおっしゃる通り、なんかこう魂が込められてますよね、うん、なんかスーラの絵は確かに素晴らしくて、ただなんかやっぱりどこか洗練されてて都会的なんだけど、なんか深いなんかこう祈りのようなものがこう香るっていう感じじゃないですね。その自然の対象が、うん、なんていうんでしょう、色彩の点描で見事に自然の対象として再現されるという意味では、うんうん、スーラの技術は素晴らしい、うん、彼がゴッホが目指したかったのは、うん、そういう対象の奥にある精神的なもの、まあこう言っていいなら福音書的なメッセージも含めてだと思います、ね、宗教性的なものですね、うん、そういうものを絵で探求したいと思った、うん、そうするとこれが探求のなんて言うんでしょう、うん、手続きですね、うん、それ込めてるわけですね、なんかこう求道者的な、掘ってるわけです。掘っている、うん、でも本当にオランダ時代から比べると力強い、うん、そうもうまさにこれはゴッホだっていう感じが出てきましたね、うん、出てきましたね。もうこの棒見つけた時からゴッホの我々がゴッホだと思うものが用意された、うん、パリの終わり頃です、ね。パリで色彩の力に目覚めたゴッホ、さらなる新たな表現を求めて旅立ちます。1888年ゴッホは2年間暮らしたパリを離れ南仏アルルへと向かいます。南仏特有の強い日差しと豊かな自然、ゴッホは新たな表現を生み出す可能性をアルルの風景に託しました。アルルで描かれた種まく人、ミレーの絵をモチーフにしながらそれまでにない大胆な構図と色彩表現を試みました。この絵にはゴッホをゴッホたらしめたもう一つの模倣が隠されています。
アルルでは日本画から学んだ要素が加わって、ゴッホはさらに新しい芸術を生み出しました。彼が日本人から学んだことは、まず明るくて強い色を使うこと、そしてあえてたくさんの色を使わず、いくつかの色だけで画面を平面的に描くという浮世絵ならではのやり方です。風景の前に恐れることなく木を描くといったような浮世絵の構図も学んでいます。日本人が使う革新的な構図はゴッホの絵に強い影響を与えました。こうしたことをゴッホは日本人から学んだのです。知性の優れた人物に出会う。彼は何をして時を過ごす。次から次へと湧き上がってくる創作意欲。ゴッホは驚異的なペースで作品を描き上げていきます。そして生まれた代表作、ひまわり。浮世絵に学んだ大胆な色使いと奥行きのない平面的な描写。色彩に込めた感情を強めるかのように絵の具が荒々しいタッチで塗り重ねられています。ゴッホにしか描けない輝くようなひまわりです。しかし、アルルへ来てわずか1年余り、芸術家たちのユートピアを作ろうと共同生活をしていたゴーギャンと衝突。Thank you.
ァン・ゴッホはその精神障害がいろいろ出てきた時点で、まあ、いろんなこう幻覚とか幻聴を聞いてたらしくて、そこの中にはその自分自身では信じられないような宗教的な幻覚もあったらしいんですね。そういったものにこう脅かされる中で、まあ、かつてこうミレーが自分をこう教会からの解放を手伝ってくれたみたいに、そういった悪夢の中から、救ってもらえるものとしてまた原点に回帰していったということかもしれないですね。この絵を描いて間もなく、ゴッホは自らに銃口を向け、37年の短い生涯を閉じました。いやー、そのゴッホがもう浮世絵のあの大胆な構図ですかね、そこ色彩、あれをもう自分の中に取り入れていくの本当に印象的ですよね。ただそのなぜゴッホがあんなにこう模写というところにやっぱり精魂を込めたのか、例えばこの麦を玉出る人ですか、やっぱりこう最初のミレーの模写、種をまく人と比べると随分違いますよね。全く違いますね、最初はとにかくミレーを、全てをミレーを学んで絵を描きたいと思って、線の引き方から学んでいましたけど、はい、もうこれはアルルの後サンレミの病院に入って、ここでモノクロ の、はい、絵を見ながら描くんです。で彼はこれを翻訳と呼んでますけど、色にモノクロを色にしますから、ミレーの色じゃないわけですね。それ以上に彼がもうアルルパリからアルルに来て自分のスタイルをかなり作っております、うん、そのスタイルで描いていますから、うん、僕はもう翻訳より変奏曲といった方がいい。変奏曲、ね、このブラームスがね、ハイドンの主題による変奏曲で作ってるように、ミレーの主題による変奏曲だという感じがしますね、もはや模写ではなく、もうこのそれこそタッチですよね、そうですね、それから色使いもゴッホ自身のものを、もうここに出している、ここミレーからこの形だけを借りたっていう、やっぱり色彩を見るといかにもゴッホらしいという感じしますよね、そうですね。それと同時にこれは病気でどん底にいる時ですし、あるいに来た頃から考えていたんですけど、やっぱり印象派をなんて言うんですか、乗り越えるためにはもう一度オランダ時代に考えていたことを勉強したいって手紙に書いてるんですけど、オランダ時代に一番傾倒したミレーをと対決したかったって感じがすごくしますね。それでこの絵を見ていますと、その対決をなんて言うんでしょう、超えている、もうミレーありがとうって言ってミレーを卒業してるって感じが僕はするんです。じゃあこれはミレー決別絵の、そうですね、大げさに言いますとね、そういうシリーズだと感じがします。これは面白いですね。これを書くことによっていわばゴッホの未踏のこう世界というか、そこに行こうという、それはあったんでしょうか。あったと思いますね、まあ、病気と戦いながらですけれど、はい、この後サンレミオーベールへと行くんですけど、はい、VTR にも出てきましたが、はい、北斎の、北斎漫画を見ながら手紙に書いて、はい、日本の芸術家はまるで鉄人と賢者のような人、知的な人だ、そして彼は何をしているか、ビスマルクの政治の研究をしているのでもない宇宙 の構造の研究しているのでもない、一本の草の芽を研究している、これですね、これはそれのもう最後の作品ですね。それまでにゴッホに草の絵の系譜っていうので一つの画集は作れるぐらい草を一生懸命描いてるんです。でそれがこれはそういう草の芽を研究していった、僕は最後のゴッホが亡くなる直前の絵なんで、その一本の草の芽を研究して、そしてその草の芽の研究から雄大な風景が人物画が描けるようになる、そういう自分を
探っていく、探求していく、草の絵の系譜のこれが最後に来るから、なんかこうゴッホの強烈な個性とはちょっと対照的ですよね。なんかどちらかというと、あの目の覚めるような色もなければ、なんかこう強烈な何か顔があったりするわけでもなく、緑色ほとんどモノトーン、小さいのがありますが、でもとても丁寧に描いていまして、そして葉っぱもあの麦の方も柔らかくって、確かに炎の人のイメージとは違うんだけど、でもこのなんて言うでしょう、草の芽を研究していく系譜っていうのがゴッホの生涯、画家の生涯にもう一本あった。これがどうしても20世紀に作られたゴッホ神話では、ちょっと奥の方にやられていた、21世紀はこっちをもっと見たいって感じがしますね、うん、そうしますよね、なんかでも弱々しさを、あのこう大事にする、束縛とか強制とか制度的なしがらみのない何かこう、そうですね、そのままで生きられるような感じですよね。そういうものを求めていた時に、やむを得ず死んじゃったって感じがします、まだ生きていたらどんな絵を描いたかっていう、いや模索っていうか、その模倣模写の果てに一貫してこう自分のモチベーションを失わずに、こうずっと純粋なものを求め続けて、なんかこういうこう安心できる世界を一方で求めてたんじゃないかなという気がしますよね、今の宇宙との調和とでも言いましょうか、そういうものを絵の中に求めていた、今日はなんかこう今までとは違うゴッホ像がね、こう出てきました。草一本にこの目を注いで、それをこんな風に描くゴッホがいたんですね。北斎のを学ぶのも模写ではないけど、学んで一種の心の模写ですよね、そしてそれをこういう絵に変装させていって自分のオリジナルな絵を作っている、これはやっぱりゴッホのすごいとこかもしれないって気がします。いや今日は本当にどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。